はい、こんにちは、エンマシュラです。今日はバラハラの続きをね、今日からチャプター3、多分最後のチャプターになると思うんだけど、やってくんですけどね、まあ、ちょっと1週間ほどあの動画投稿お休みしていたので、今日ねこれが収録してるのがめちゃめちゃなんか久しぶりな感じがしますね。ちょっとどうやって喋るか思い出せるかなとかストーリーはねなんとなく覚えてるから大丈夫だと思うけど、まあいつも通りやってきますか。いよいよね、多分ね12月31とかで終わるんじゃないかなって思ってるから、本当にもうクライマックスですね。1万ドルですね、やばいねはい、やばいね、強制退去ですってよ。これはねどうにかしないと。前回ねクリスマスパーティーだったんだよね。ブリッジシティオリンピック、オリンピック、あ、これ読んだか。なんかパラリンピックの方が面白そうだよねみたいな言ったよね。オッケーオッケー。したらもう全部見たはずだから出勤しちゃいますか。はい、おりゃ、どうなるかな。ああ、おはようございます。おお、ジル、入荷した原料をギルにバックヤードで整理してもらっているところだ。私はやることがあるから、今日はこの犬が責任者だ、よろしくな。なんで犬の方が偉いん、イカシバくん。え、犬が何ですって。最初の命令だ、俺っちをなでなでしろ。あ、よーしよ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 し、嫌です。いやいやいや、いいやいいやいいや、なでろ。いや、俺っちが責任者だ、命令を聞いてもらうぞ。いや、僕だったらもうノリノリで一生よしよししますよしたんかな、よしよしまあ曲はいいでしょう。一日を変え、一生を変えるカクテルを。おい、ジェイ、撫でません。いずれ必ず撫でることになる。これまで撫でなかったやつはいないからな。ちょっとね、あの抗いようがないよね、このモフモフは。撫でません、撫でるおいおい、チワ喧嘩はよそでやってくれよ。実家、そんなのしてませんジェル、ちょっと明るくなりましたねそうか、ナデルってなんだナダルみたいななんでも誰でもない。おいおい、ナデルさんに失礼なこと言うなよ。そんな人はいません。そうそう、カッカすんなって、俺っちが癒してやっからさ、黙って。俺に言ってんのか、それともナデルさんちょっとコミュニケーションの不和がありますねここああもういいから、あなたは仕事に戻ってて。分かったよ、あなたはそこで待て、撫でてくれたらな。じゃあ行けボールでも撫でたら投げたらいいんじゃないですか。何が起きたのおー、久しぶりだね。こいつね、おもろいから意外と好きなんだよね。意外といいやつだったからね。今日は随分陰性がいいんですね。いらっしゃいまー。バージリオさん？どうしたんです？変な声を出して。いつものポエムみたいな独り言がなかったから。確かにね。いや、こいつ意外となんかあるよ。芝居を続けるのもなかなか疲れるものですからね。そう見せてくれるんか。じゃあ今までのは演技だったってこと？わかりませんでしたかな。そうね、じゃあこのおでこのハテナは本物なんですか？これがあなたの素なんですか？ブリーディングジェーンをいただけます。おお、すごいストレートに頼むね。わかりました、なんか調子狂うな。バージリオにブリーディングジェーンをカクテル作るのも久しぶりだな。どうやったっけ、こいつもなんかね、謎がある感じだったからね、気になるとこだけど、もうなんか、謎回収する気ないんかなみたいな気がしてくるよね、もう、ラストスパートだと思うと。ブレンドは待つんだよね、確か。よし。ブリーディングジェインです。そうそう、これですよ。で、芝居に疲れたっていうのはどういうことなんです？話せば長くなります。今はあまり話す気になれませんが。いや、話してよ。そうですか。でもじゃあどうして心変わりを。理由の一つとしては、今となってはその方が安全だからですよ。
尊大な道化のふりをしていたのは余計な疑いを持たれたくなかったからです。ほう。安全？近頃じゃその言葉はほとんど意味を失ってましたけど。でもじゃあ変人のふりをすることで疑われないようにしてたったよ。何から？何に疑われないように？そうです、それって変じゃないですか？変ですか？だってあんな変人のふりをしてたら余計目立つんでは？頭のおかしいやつだと思われれば誰も相手にしようとは思わないでしょ。まあね、ちょっと近寄らんとこってなるよね。めんどくせえやつみたいな。え？つまりですね、目立たないようにしたいのならあなたの言う通りです。ですが私はある集団を避けようとしていまして。おお、何だ？何から逃げてんだ？確かに私の気候は周囲からの注目を集めたでしょう。でも皆さん一別しただけでこいつは無害だと考え、あとは無視してくれます。お好みが突飛になるほど私という人間を読みにくくなります。確かにこいつ意外とよ。そうすることでさらなるベールをまとえるわけです。なるほどね。じゃあ私はまんまとあなたの思うツボにはまってしまったわけですね。悪く思わないでほしいんですが、あなたのことただのバカだと思ってましたから。まあ、バカってかね、痛いやつだと思ったね。してやられました。それは褒め言葉ですね。ありがとう。さてと、何かスパイシーなものをいただけますかな。わかりました。スパイシーなものね。でもね、稼がないとまずいからね。なんでもいいかな、高いやつ。っていうとやっぱりこれかな、ブルームライトかな。スパイシーだったらいいんでしょ。他に注文ないんでしょ。あ久しぶりだから許して。1,2,3,4,1,2,3。 あ、熟成もこれか。よし。はい。スパイシーなものには人の心を捉える何かがあると思いませんか？我々がスパイシーと感じるものは他の動物にとってはスパイシーではないかもしれません。そうか？どうなんだろう。ということは我々にとっての毒は他の動物には毒ではないかもしれない。まあ確かにね。スパイシーなものをお好きですかな？好き。僕ね、好き。今日ね、ヤンニョムチキン食べた。違う、ヤンニョムチキンだ食べたんだけど、辛さが足りなすぎて、なんだっけ、マグマチキン食べた。嫌いじゃないけど大好きというわけでも。そのようなどっちつかずの態度は奇妙に思えますね。辛いものに対しては普通は大好きか大嫌いかのどちらかしかありません。僕は大好きだね。あなたは？大好きですとも。痛いほどの辛さはもちろん、マイルドなのピリ辛もそうだね。甘辛とか美味しいよね。いつかカレー屋を開くのが私の夢です。バージリはどんなカレー作るんかね。このまま行けば実現させられそうです。マジ？お店がオープンしたら教えてください。しばらくカレーを食べてないから。さてと、バーテンダー殿、ジルと呼んでください。おお、ジルも気許したね。あなたに謝らなければなりません。え？あなたは私の無礼な態度にも耐え、暴言一つ吐きませんでした。それについて謝罪し、同時に感謝しなければなりません。まあ、前回ちょっとね、ジルピリピリしてたからね、ちょっと強めに出たけどね。お気になさらず。それどころか前回あなたがいらした時、無礼な態度をとってしまったと反省していたところです。そうだね、ちょっとね。まあ、あの時はタイミングも悪かったんですけど。でも謝らなければいけないのはこっちです。あなたはお客さんなんだし。いえいえ、あなただけでなく他の誰からも暴言など吐かれていませんので。まあ、それがバルハラって場所なんよ。でもそうなると本当は何者なんです？バージリオっていうのは本名？本名かもしれませんし、違うかもしれませんね。ミステリアスですね。
正体を隠したり過去を消そうとしたりしてる人たちを私が引き寄せてるような気がしなくもないけど、そんな人ばっかですよ。ギルにジェイミーにあなたに何か言いましたか？いえ、ただの独り言です。このバーはどうやって見つけたんです？ある人たちを避けようとしていたらこの路地に出たんです。そう、あなたもなんですね。も？そういう話をよく聞くんです。人から逃れていたらここに着いたって。もともとここにバーを建てたオーナーは駆け込みどころみたいなところにするつもりだったのかなって。まあそうかもね。なんだか私が犯罪者みたいに聞こえますが、でもそんな雰囲気醸し出してんじゃんそう言われても仕方ないような。そうだよね。でもここに来るのは法の手を逃れてきた人だけじゃなくて、ストーカーやしつこい勧誘から逃げてきた人もいたし、不審者よりも推しの強いセールスマンを恐れていた人も。ある意味ではセールスマンの方がどう思うかな、よくわからないけど、ショッピング地区がすぐそばにあって厄介事も多いから、バーがあると知ればみんなすぐにやってくる。すいません、独り言が多くて。ジル、よう喋るな構いませんよ。ですが私が犯罪者だと本当に思ってるんですか？繰り返しになりますけど、そう言われても仕方ないですよね。でもやっぱりこれまで通りの道化かも。まあいいでしょう。ビターなカクテルをいただけますかな。よう飲みますな今日は。わかりました。ビターね。ビーターね。しょうがない、高いのがいいんだよな。でもこれまずいんだよねたー安いな。ガットパンチはちょっと違うしな。まあいっか、なんでもいいっしょ、ビターなら。最近お酒飲んでなくもないかでも飲んでないか、そんなにな。今日はビール一杯のヤンニョムチキン食べながらビター一杯飲んだけど、ビター？ビール、はい、いいでしょう。コーヒーはお好きですかね。そうだね、僕結構好き。タバコを吸うバーテンダーが言うのも変かもしれませんが、好きじゃありません。そうなの？なるほど、コーヒーは万人向けではありませんからな。タバコ吸う人みんなコーヒー好きなイメージあるけどね。先日ここに来ていたキャットブーマーですが、ステラ？何かあったんですか？まだ彼女に怯えてるとか？そういうわけではないのですが、彼女見覚えがありまして、バージリオそういうのばっかり言ってんだよね。別のキャットブーマーと見間違えたとかじゃなくて？いや、そんなはずありません。前回来ていたあの包帯ぐるぐる巻きの女性もそうですが、マミーのようになっていましたが、やはりどこかで見た気は。あの二人、いや僕はね、未だに殺し屋説をちょっと疑っているし、もしかしたら標的なんかこいつが。あまり考えすぎない方がいいですよ。そういうのって答えを探すのをやめた時と思い出すものですから。かもしれませんね。では私はこれで、いろいろとありがとうございました。いや、バンジリオもう一回来てほしいね。またのお越しを。いらっしゃいませ。お、誰だ。あー、こんばんは探偵さん。おどうしたまた無口な人が迷い込んできた。何にいたしますか？ガットパンチを。ケチだな、無口な探偵にガットパンチを。ガットパンチ安いんよな。80円だよ。探偵さんは何かあったかな、収穫は。はいはい。ああ、ちゃんと作ってくれたんだね。どうしたん、点下げなの。今日はどうされました？まあなんていうかな、ホリデーブルーでしんみりしているところさ。ああ、クリスマスの翌日なんだよねこれね。じゃああなたもメガクリスマスのお祝いをする派ですか？当然だろ。
そういうのはあんまり祝わないタイプかと。意外と子持ちなんだよね、この人ね。よくそう言われるよ。メガクリスマスのような資本主義的イベントには反対しているのかと。なんせケチだしやっぱケチだと思った？ジルも。言いたいことがあるなら言えよ。やめときます。でも冷静に考えてみると、ホリデーブルーってメガクリスマスだけじゃなくて、このシーズン自体に対してブルーになってるってことですよね。大量消費のイカれたシーズンさ。メガクリスマスってのは昔呪われていた本物のクリスマスのまがいものでしかない。このクリスマス、この70年で何があったってめっちゃ気になるんだけど年末のシーズンはじわじわと企業の食い物にされた。僕らが休日気分になったところで企業にいいように操られてしまうだけさ。そこへ来てあのターボ男だ。ここ数年はリング上で毎年サンタの格好をしてる。レスラー？なんか有名なレスラー？ターボ男？そんなリングネームでしたっけ？そうだよ。本当に？そんなダサい名前で登録できるんですか？相方の名前はバスターマスターだし、ライバルはドクタークリスマックスだからね。どんな名前でもいいんだよ。サンタのコスプレをするレスラーがいるって話は知ってましたけど、手がつけられないほどの人気っぷりだそうですね。もちろんそれはみんなが喝采していることの一部でしかありません。サンタはレッドモンドファミリーのせいでネガサンタになった。何それ。自らの過ちに気づいたネガサンタは、偉大なるメガサンタとなって蘇り、クリスマスをメガクリスマスと改名した。何じゃそりゃその神話何？するとその流行を嗅ぎつけた企業がこぞって飛びつき、クリスマスはいつしかメガクリスマスと呼ばれるようになった。じゃあつまりクリスマスの改名のきっかけになった張本人がターボ男ってリングネームを使ってるってことですか？そう。なんだかクリスマスそのものがジョークになったみたい。その通りだよ。じゃあクリスマスツリーの代わりにただのアルミ棒を飾ったりもしない？フェスティバスのことかい？しないよ。フェスティバスを祝うのがどんな人たちか知ってるかい？もう何にもわからないんだけど。野暮で退屈な連中さ。クリスマスじゃなくてフェスティバスを祝うのがイケてると思ってるような。ニュークしか食べずに他の連中を見下してるやつらと一緒さ。ニュークって何？フェスティバスって何？なるほど。おかわりをお作りしますか？フリンジウィーバーを頼むよ。わかりました。フリンジウィーバーね。何にもわかんなかった今の話。あ、意外と高い酒頼むじゃん。ホリデー効果ですか、これは。まあね、あのね、年末とかね、10月以降ぐらいってイベントが多くてさ、ちょっと疲れるよね。はい。うん、ありがとう。最近の街の様子はどうです？噂話とかあります？それ聞きたいのは僕の方だけど。まあでも目新しい話は何もないよ。ホワイトナイトへのリンチも終わったみたいだし。ああ、まあ一応落ち着いてきたのかな、社会も。本当に？ホワイトナイトのパワードスーツについてはまだ詳しいことは分かってないけど、銀行襲撃事件後に起きた騒動は収束に向かってるようだ。ああ、まあよかったんかな。それは何よりです。襲撃事件に関する詳細はまだ分からないんですか？あそこで何が起きたのであれ、あらゆる記憶が抹消されてしまっている。防犯カメラ映像、システムログ、全てが消されてしまった。あー、まあなんだっけ、アリスラビットたちが消したんかな。どうなんだろうね。何があったのか謎は深まるばかりだね。セイは証言するつもりかな。でもそもそもセイが現場にいたってことは誰も知らないんじゃない？ってなると記録が一切残ってない方がセイは安全なのかも。もうね、潔く首洗った方がええんちゃうのか、セイは。バーテンダーどうかしたかい？ごめんなさい、ちょっと考え事。まあそういうわけであまり話せることはない。くだらない奇妙な噂ならあちこちにあるけどね。
例えば自販機のテイザー銃が故障したとか、もっと威力の高いものが配備されるようになるとか、あこのお店の外のやべえやべえ自販機もね人撃つからね。この世界最後の雨の作者が実は瓶詰めの脳みそでこの町に住んでいると。それってあいつじゃん、テイラーだかなんだかじゃん。本書いたんか、作家になったん。まあどれもジャンキーで、ジャンキーどものヨタ話だよ。いやそいつは実在するぞ。ジャンキーが僕の求める最後の1ピースを持っていることもあるけど、そういうヨタ話を聞いてやらなきゃいけない。うん、まあそろそろ行くよ。良いお年を。さっさと行っちゃったねまたのお越しを。いやー、つかみどころなかったな。さてと、ボスはいないんだった。ギル、そこにいる？ああ、休憩か？誰が来たら教えて。いや、なんか早いね、休憩。外はすごく静かだったな。お、キム、ジル。あら、キムさん。さん付けなんてやめて。なんだか変な感じ。今日はなんだか楽しそうですね。メガクリスマスでお金が入ったからね。あなたはどう？幸せ？幸せではないかな、ジルはね。でもね、頑張ってるとこだよね、今ね。ぼちぼちです。何にしますか？ビールをちょうだい。わかりました。なんかいいことあったん？なんでお金もらったの？お小遣い？キムビールね。なんか就職決まったんかな。確かあれだよね、オーグメンテッドは辞めたんだよね。はい、ありがとう。それで調子はどうです？絶好調。めっちゃテンション高いな抜け毛がなくなって食欲も戻ってきたし。あ、まあ仕事辞めてね。新聞社の仕事でどれだけ心の余裕をなくしていたか、辞めてみてようやく分かった。ずっと負け犬みたいな気分だったんだけど、今じゃ勝ったってな気分自分の人生を取り戻せたっていうか。よかったね。じゃあね、それなら何よりです。あとね、私1月からバーテンダーの研修を受けることにしたの。おー、バーテンダーになる？本当に？うん、ちょっと調べてみたんだけど面白そうだと思って。向いてるかって言われるとちょっとわからんけどBTC のいろんな特典もあるし、しばらくやってみるのも悪くないなと思って。一生続けるかどうかはわからないけど、出始めとしては悪くない。バーテンダーをやりながら次のステップを考えてみるわ。まあまあまあ、何でもいいよね。じゃあ一つアドバイスを。どうしてもっていう場合以外、BTC の住宅サービスに申し込んじゃダメですよ。その契約にサインしたら最低5年は働かないといけないし、その間給料もチップも減らされてしまいます。ひどいな私も危うく契約するところだったんだけど、土壇場で少し思いとどまって。少し？というのは、結局 BTC が見つけてくれたアパートに住むことになったんですが、BTC の契約にはサインせずに普通の賃貸として借りました。あー、なるほどね。賢いかもね、それね。どうしてそんなことができたのか未だによくわからないけど、その建物自体 BTC が建てたものなんじゃないの？イギリスではどう？そうですね、 BTC は不動産会社も所有してますから。アパートメント施設を所有していて、従業員に部屋を格安で提供しています。まあそのアパートってなんか質悪そうな気はするけどね。でもグリッチシティではレアルティヌアが不動産業界を陰で牛耳ってます。また知らん名前出てきたんだけどだから BTC も気軽に部屋を提供できないんです。へえ、レアルティヌアにはちょっと奇妙なところがあって、あの会社に任せておけば安心だっていう一つのブランドにはなってますが、でも実際のところここ10年ほどレアルティヌアはほとんど何の仕事もしてないんです。そうなの？創業当時は不動産を売ったり、誰もが見切りをつけた土地に建物を建てたり してました。そうやって不動産業界の大物にのし上がっていったんです。でも実際はあの会社そのものはここ数年全然仕事をしてません。
既存の不動産から利益を得たり、自分たちの代わりに他の会社に仕事をさせてるだけで、多分ここ10年ほどで彼らが始めた新規プロジェクトは3億ほどくらいしかありません。おまけにどれも既存の建物の拡張工事だけです。まあなんか初動がうまかったんかな。ずいぶん詳しいのね。いえ、うちの家主がブツブツ言ってたんで、その後自分でも調べるようになっただけです。まあ不動産会社ではよくあることみたいですけどね。でもそれだけ有名な会社なのに、なんていうか意外っていうか。すいません、一方的に喋ってしまって。あなたも喉が渇いたでしょう。ジル今日よう喋るな何かお作りしますか。シュガーラッシュにしてみようかな。わかりました。キム全然喋ってないやん急にテンション上がっちゃったね。クリスマス終わって、おいおい、はいはい、どうぞ。バイ。実はね、ジル、今日はあなたにお礼を言いに来たの。私に？うん、初めてここに来た時の私は本当にひどいありさまだった。まあまあまあね、気絶してたしねショックを受けて、なんかすごい暴言吐かれた気がする。なんかめちゃくちゃにするのねみたいな、エロ同人みたいにみたいなさショックを受けて疲れてめちゃくちゃだった。ひどいことも言ってしまった。でもあなたは辛抱強く話に付き合ってくれた。おかげで落ち着きを取り戻せた。それにあなたはボスの命の恩人だし。あなたのボスは命の恩人だし。そうだね、助けてあげたんだよね。それで、うん、年が明ける前にあなたにお礼を言っておかないといけない気がしたの。こちらこそわざわざありがとうございます。まあともかく、あなたはどう？この前はちょっと様子が変だったから。まあね、今は元気です。ありがとう。よかった、あなたらしくなかった気がしたから。これまでずっとクールなバーテンダーを気取ってたしね気取ってたって。そうですか。違うの？違います。本当に？あなたがクールと言ってるものは他の人から見たら冷たいになると思います。クールも冷たいも意味としては一緒かもしれませんけど、でもやっぱりクールなふりはできませんね。すみません、幻滅させてしまって。ちょっと今はいろいろありすぎて。そう、がっかりしました。いや、むしろ驚いたかな。でもどうして私はあなたがクールなバーテンダーのふりをしてると思ったんだろう。本当はあちあちなハートを持ってることを見抜いたんじゃねえの。自分がバーで働くようになったら私もそういう演技が必要かもしれない。いや、いいよ、もうありのままの。これはさらなる調査が必要ね。頑張ってください。ありのままのおめえでいいんだぜ。さて、炭酸系のやつも試してみようかしら。わかりました。炭酸ね、点線ね、点線。どうしようかな、高いやつ。こいつ実家金持ち系じゃなかったっけじゃあこれかな、高いの。OK。 あ、違う そうだね。よし、はい、ありがとう。おい、ジル、ちょいと氷を借りるぞ。ああ、ボス。あ、この二人あれ以来会ってない？もしかして。おお、見た顔だな。ありがとうございます、ありがとうございます。泣いとるおいおい、元気そうでよかった。元気どころじゃありません。生きてます、ここにいます。あなたがあそこにいてくれたおかげで人生最大の最悪のミスを犯さずに済みました。気づいたら周りの世界全部に怒鳴られてるように感じてしまって、耳を塞いでも怒鳴り声が聞こえて、それで本当にありがとう。礼には及ばんよ。正しいと思ったことをしたまでだ。
デイナこうやってな、多分もうたくさんの女をたぶらかしてんだろうな。ジル、氷を。ええ、もし今でも助けが必要なら力になれる人間を何人か知ってるぞ。心配しないで、 今はもうすっかり元気。セラピストのところにも何度か行ったけど大丈夫だろうって言われたし、あの時あなたが いてくれなかったら本当に何て言ったらいいか。礼ならもう言ってくれただろう。元気な姿を見られただけで十分だ。ひっ、もう早く、もっと早くお礼を言いに来るべきだったのに。あなたは恩人なんだから。心配するな、幸せになるよ。うわ、デイナ、やり直すチャンスがあるんだ。それを精一杯使うといい。きっとそうします。帰るね。良いお年をジル。それからもう一度ありがとう。いいね、よかったね。またのお越しを。数瞬間前、ある女の人が自殺しようとしていた女性を救ったって記事を読みました。空中でキャッチしたとか。あったね、そんな記事。それ道端で拾ったみたいなこと言ってたけど、もしかしてそれだった？その件について何か知ってるんじゃないですか。さあどうかな。空中でキャッチしたん？誰があったのであれ、そいつは自分が正しいと思うことをやっただけだろうな。でいいな。ちょっと余韻に浸らせてほしいんだけど、何孤独を感じてるって。急に何、なんかネットサーフィンしてる時に出てくる広告みたいな。その声は、あ、え、一番最初に出てきたあの子やん。やっほー、ジョー、久しぶり。本当の本当に久しぶりだね。最後に会ってから1年以上経ってるような気がする。なんなんこいつ。先週顔を出そうと思ってたんだけど、あなたもいろいろと大変そうだったから、だから少し落ち着くまで隠れて待ってたってわけ。ノーシグナル。もしもし、地球より上へ応答せよ。無視してたら消えるはず。おお、グリッチグリッチグリッチシティ。ちょっと、私は名伏がたき恐怖とかじゃないの。無視しても無駄だよ。ジュリアン・スティングレー、あなたのことよ。ジュリアン・スティングレーって言うん、ジル。スティングレーさんなんだ。落ち着いて、挑発に乗ったらダメ。でもどうして私のフルネーム知ってる？あなたのフルネームはジュリアン・ナタリー・スティングレーだと思ってたけど、ナタリーの部分はどうしたの？戸籍から消した？心を読まれてる？ジョジョ。まあね、あなたの考えてることは画面の下の方に。めたいぞミルクインサイドバックオブミルクですか？だから嫌でも目に入っちゃうっていうか。やっぱり私頭が変になってきてるんだ。それは随分独りよがりじゃない？怖えよこいつ。スタンド。世界はあなたが思っているより理解不能な場所なんだから、それを受け入れようとせず、頭が変になったで片付けようとするなんて。説明できないことがあるからこそこの世界は素晴らしいんだよ。まあね、それに他の人には見えないとしても、だからといって嘘ってわけじゃないし、頭の病気ってわけでもない。同じものを見ても人によって感じ方はそれぞれでしょ。違う、それこそ頭のおかしな人が言いそうなことだよ。ようやく反応してくれた。しまった。よかった、じゃあ早速注文。え何も出さないよ。なんで、どうして。前回あなたに出した お酒が全部床にこぼれてて、私が全部掃除しなきゃいけなかったんだから、実体ないんだやっぱり。そう意固地にならないでよ。おまけにあなたが頼んだ分は私が自腹で払ったんだから。それはちょっとやだ。どういうからくりか知らないけど、あなたのせいであの週の計画はめちゃくちゃになった。あのお金でカレーを食べようと思ってたのに。おお、
見えるか、彼ギル見える、彼女のことパトロール完了だ。今日は客入りも少なかったようだが、それにしても全く。大丈夫か、なんだか怒ってるみたいだけど。なんでもない、お疲れ様。戻ったぞ。ああボス、どうしたんです？打ち合わせを早めに切り上げてきたんだ。まあハッシーのボトルも飲めたし。何ハッシーって。どうした、取り乱してるようだが。何でもありません。この二人には本当に見えてないんだ、目の前にいるのに。お化けやん。おお、おまけにスカートの下にジーンズを。なんか見えるみたいな言われたよね、なんか霊能者みたいなやつに。どうしてそんなことを病気を疑うぞ、そのファッションセンスどうして。みんなを困らせるためだよ、決まってるでしょ。あれは最新の流行なのか、あの子は自分が何をしてるか分かってるのか。そんなでもないけどな誰もがおかしいと感じ、注意の一つでもしてやろうと考える。でもそこで思いとどまる。待てよ、そんなにおかしくないんじゃないかって。世の中にはスパッツというものだってあるんだし。変な気はするけど、間違っているわけじゃない。それで私をじっと見ることしかできなくなる。他の人には見えていないみたいだけど、それは見たいと思っていないから、ただそれだけ。なんだよそれ。シル、どうした、そんなところでまた百面相の練習か。ちょっと昔のことを思い出してしまって、頭がもともだった頃に戻りたい。ボス、今日は早上がりさせてください。そこはね、声に出さないといけないんだ。あんたはついてこない、逆誰に言ってるんだ。しまった、声に出てた。心の声と本当の声をごっちゃにした人はあなたが初めてかも。漫画ではよく見ますけどね、そういうのカウンターの近くに犬がいたような気がして、ごめんなさい。ああそうか、今日は早上がりしていいですか。うん、店番してくれてありがとう。俺は？お前はまだ帰るんじゃないだろう。礼を言うのはその時だ。いや、そういうことじゃ。いや、なんでもありません。いや、なんだよ。今日お前が孤独を感じた時のために300ドル。あざっす。ガットパンツ3杯飲めるね。なんだったんだろうね。いやなんか急になんかいろんなことが語られ始めて怒涛感がありますが、何なんだがあの女の子は、果たしてその謎はわかるのでしょうか。そしてお金稼がないとやばいね。ということで、じゃあ今日はこの辺で。もう27日だからね、27くらいになってくるといよいよね、仕事納めで年末だなーって感じがしてくるよね。ということで、こちらの世界はもう春暖かくなってますが、こっちはねどんどん寒くなってくるゲームですので、もうあともう少し一緒に頑張っていきましょうね。何をやってるんだろうねわかんないけど。ということで、バルハラもう何日目かは忘れましたが、チャプター3始まりましたので、見てくれた人はありがとうございました。じゃあまた次回お会いしましょう。バイ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 。